私はラム、一児の母だ。母、今日の夕ご飯なんだ、教えて。リリー、何、教えてくださいでしょ。今日はリリーが好きなオムライスよ。リリー、オムライスよりピーナッツ好き。スパイアニメの影響を受けすぎぷに。じゃあオムライスやめてピーナッツにする。あ、ダメ、リリー、母の作るオムライス大好き。お皿運ぶ、手伝ってやる。手伝ってあげるでしょ。気をつけてね。チッチー、ご飯できた、早く来る。ああ、今行く。彼は私の夫であり、リリーの父親カイリ。おいしい、ほわほわとろ。こらこら、あんまり急いで食べないの。それより今日小学校でどんなお勉強したか教えて。リリー、生活で植物飼い始めた。リリー、植物は飼うじゃなくて育てるっていうのよ。植物のお名前はなんていうの。朝顔、いっぱい大きく育てる。それじゃ毎日一生懸命お世話しなくちゃ。ごちそうさま。え、もう。今日父ちょびっとご機嫌みたいだった。リリー、超能力わかる。え、父今から極秘任務だから部屋戻った。帰りはスパイじゃないぷに。ありがとうね、リリー。またリリーに気を使わせちゃった。幸せだけど、最近の悩みはカイリのコミュニケーションが乏しいことだ。私一人だった時は問題じゃなかったが、娘にとってはどうだろう。その夜、リリーが寝た後のこと。カイリ、今日会社どうだった？何も変わったことはない。そう、明日のお弁当、カイリが好きな卵焼き入れておくわね。別に好きじゃない。美味しい卵焼き頑張って作るから。ああ、ほどほどにな。じゃあ寝るね。おやすみなさい。仕事は順調で生活も豊かになったのに、カイリの口数が昔より減ってしまったのはどうしてだろう。ソプラノ株式会社、カイリが起業した会社だ。私と結婚した時に立ち上げ、その後順調に大きくなっている。やっぱり私がしっかりしなくちゃ。明るい家庭を作っていくのは私にしかできない。そして翌日。ねえ母、リリー、お家でも朝顔をたくさん飼いたい。え、お家で朝顔を育てたいの。お家の庭、朝顔でいっぱいになったらきっと父びっくりする。そしたら父いっぱい話してくれる。リリー、それは明暗ね。今は4月だから、一生懸命育てれば夏にはお庭で満開になるわよ。早速道具を買ってきましょう。そしてその日の夜。さあ、これで種まき終わりよ。はーい、朝顔一生懸命面倒見てやるから大きくなりやがれ。目が大きくなったら支柱を立てましょうね。何してるんだ二人とも。リリーと一緒に庭で朝顔を育ててるのよ。お庭、夏になったら父びっくりする。青、紫、ピンク、いろんな色の朝顔を飼い始めた。そうか、夜ももう遅い。二人とも早く寝ろ。よし、夏までに大きくしてお父さんをびっくりさせちゃおう。うん、リリー了解した。母と一緒頑張る。大丈夫、きっと朝顔が大きくなったら帰りも昔のことを思い出してくれるはずだわ。それから私とリリーは夏までの3ヶ月懸命に朝顔の世話をした。あー、見て見て、朝顔の目どんどん大きくなってきた。あら、リリー、本当ね。そろそろプランターに支柱を立ててもいい頃かしら。ねえ母、なんで朝顔を買うのに棒必要なの。朝顔は何かに巻きつかないと大きくなれないからなのよ。そっか、朝顔実はとっても幼稚のか。棒さんないとグビグビ伸びないんだ。そうよ、だから朝顔さん、私たちでちゃんと見守ってあげましょうね。ねえ母、リリーも昔は朝顔みたいに小さかった？ええ、朝顔の種なんかよりもずっと壊れやすくて、お母さんとっても心配だった。
けれどお父さんや周りのみんなが支えてくれたから、リリーのことこんなに大きくすることができたのよ。あれは忘れもしない7年前の日。妊娠発覚と同時にカイリは私の実家にやってきた。お父さん、お母さん、お願いします。娘さんと、ラムさんと結婚させてください。確かに、君のことは昔から知っている。しかし、家族を支えるのは並大抵の覚悟じゃ務まらないぞ。はい、ラムとお腹の子は必ず幸せにします。その10ヶ月後。ラム、カイリー、元気な女の子よ。ああ、ラム、本当にありがとう。よく頑張ったな。それからカイリーは私とリリーを養うために会社を起業した。家事も育児も大変だったが、カイリーも頑張っていると考えると乗り越えられた。今日の天気、だんだん荒れそうね。朝顔のプランター、早めに車庫にしまっておかないと。もう6月。台風の季節だし、油断しないようにしなきゃ。思ったより天気の崩れ方が早い。プランター、早くしまわないと手遅れになっちゃう。ラム、大丈夫か？カイリ、どうしてここに？そんなことどうだっていい。早くプランターを車庫に運ぶぞ。なんとかなったわね。そうだな。それより、この天気じゃリリーが心配だ。このまま迎えに行ってくる。ねえ、カイリ、本当はずっと私、あなたのことが。後でちゃんと聞く。その後、カイリがちゃんと話を聞いてくれることもなく、月日は過ぎた。そして夏休み初日の出来事。やったー、母、朝顔みんな咲いてる。本当？青、紫、白、どれも満開ね。やったー、父を起こしてくる。どうしたんだリリー、こんなに朝早く。いいから、父、早くに起きて。これは、見てカイリー、朝顔こんなに綺麗に咲いたのよ。リリーの手にかかればこのくらいおやつ前なのだ。リリー、それを言うなら朝飯前だぞ。それに花が咲いたくらいで浮かれるな。夏休みが始まってもずっと面倒は見なきゃいけないんだぞ。やっぱりか。カイリー、もうあなたは昔のようには笑ってくれないのね。ねえねえ、母、朝顔のお祝いに今日リリーごちそう作りたい。いいわね、とびきり美味しいのを作りましょう。そうして迎えたその日の夜。どうしたんだこのごちそう。庭の朝顔が綺麗に咲いたお祝いよ。このオムライス自信作、リリー大天才シェフが作った。ちょっと不格好だけどね。味がいいなら問題ないね。このフルーツポンチもサラダも全部美味しい。ちちちち、リリーのオムライス美味しい、美味しい。うん、普通だな。母が作ってくれるオムライスと大して変わらない。フルーツポンチもサラダも同じだな。次はもっと頑張るんだぞ。お手待ち様でした。お粗末様な。リリー、落ち込まないで。今日の料理、お母さんは全部美味しいわよ。あ、本当？本当よ、ほっぺたが落ちちゃいそう。まさかリリーにあんなに冷たい態度取るなんて、いくらカイリーでも許せない。リリーが寝るのを待って私はカイリーに詰め寄った。ちょっとカイリー。いきなりどうした？そんな大声出すとリリーが起きるぞ。とぼけないで。どうしてリリーの頑張っている姿を素直に褒めてくれないの？あの子がかわいそうじゃない。子供のうちから間違った自信をつけてどうする。正しいことを伝えるのも親の務めだろ。今日は早く寝ろ。明日は家族みんなで出かけるぞ。またそうやって会話から逃げるの？翌朝。よいしょ、よいしょ。リリー、何してるの？ああ、何もない、ない。朝顔が全部切り取られてる。一体誰がこんなことを。カイリー、リリーの朝顔が。大げさだな。え？誰かが必要で撮ったのかもしれないだろう。
本気で言ってるの？リリーも何でもないって言ってるからいいだろ。その日の夜、私たち家族は外食に出かけた。久しぶりの外食だけど、そんなことよりリリーが心配。リリー、朝顔のことは一旦忘れて、今日はいっぱいお寿司を楽しみましょう。回ってるお寿司よりうんと美味しいわよ。カイリが連れてきてくれた場所はなんと町一番の高級寿司店。これならリリーも笑顔になってくれるはず。あらかじめコースを予約してるんだ。そのカイリが頼んでくれたコースとは？はいよ。え、卵にぎりばっかり？リリー、最初のお寿司だからね。これ食べ終わったらきっと。いいよ、今日はこれで終わりだ。え、そんな大将嫌がらせですか？せっかく娘が楽しみにしているのに。そんなつもりはみじんもない。これはご主人からの注文だよ。カイリ、どういうつもりなの？これじゃリリーがかわいそうじゃない。もう忘れちまったか。え、何よ、卵、まさか。カイリ、はい、これお弁当。なんだよ、どうせお前の余り物だろ。別に腹なんて空いてねえって。違うよ、カイリのために作ってきたんだよ。作ってきたって。俺バイトのせいでよく休むだろ。今日も来ないかもしれなかったのに。カイリがいつ学校に来てもいいように毎日お弁当作って持ってきてるんだよ。ほら、今朝作ったばかりだから食べて。うん、ってなんだこの弁当、中身全部卵焼きじゃねえか。だって卵は栄養満点だし。あの時の。よかった、覚えててくれたか。弁当箱ぎゅうぎゅうの卵焼き今思い出しても笑えるよな。笑わないでよ、あれでも毎日早起きして作るの頑張ったんだから。じゃあこれも覚えてるか。え、これって。カイリが差し出した綺麗にラッピングされた花束、それはまさしく庭で咲いていた色とりどりの朝顔だった。今まで冷たい態度ばかりとってすまなかった。ラムやリリーに責められると思って言い出せずにいたんだ。カイリ、俺たちが出会った頃のようにこれからもずっと一緒にいてほしい。カイリと私が出会ったのは小学校の頃。学校を休みがちだったカイリの代わりに朝顔の面倒を見てあげたのがきっかけだ。朝顔さん、私がカイリ君の分まで見ててあげるね。余計なことしなくていいよ、俺の家貧乏だし病気の母さんから手離せないし、学校なんてすぐ辞めるから、朝顔なんてすぐ枯れるって。そんなことさせないよ、朝顔と一緒にカイリ君のことずーっと待ってるから。ラム、だからカイリ君も絶対に学校来てね。あのこと覚えていてくれたなんて。ああ、忘れるはずないさ、今でも俺の大切な思い出だよ。母ごめん、朝顔の花束も卵のお寿司もリリーがみんな父にお願いしたの。え？リリー、父と母の心読める。その設定まだ続いてたぷに。だから最近不穏な空気わかる。父母家族辞めちゃったらどうしようかと思った。リリー、リリー父に相談した。父、朝顔と卵焼きの思い出教えてくれた。だからリリー父にどっちもプレゼントしようって言ったの。母が起きてくる前にプランター片付けておく計画だったけど間に合わなくて母悲しませちゃって本当にごめんなさい。いいのよリリー、こんなに嬉しいプレゼントは初めてよ。二人とも大好きだ。今まで辛いこともあったけど、こんなに素敵な家族が持てて俺は幸せだ。私は嬉しすぎて言葉が出なかった。
これから先大変なことがあっても、今日の出来事を覚えていれば、どんなことも乗り越えていける。そう思った。数年後？リリーは大人になり、いつかの私と同じように、彼女が愛する人と結婚する。お父さん、お母さん、今まで本当にありがとう。お父さん、お母さん、リリーのことは必ず幸せにします。ああ、しっかり頑張ってくれよ。なんだかあっという間だったわね。朝顔を一緒に育てた時は、リリーはあんなに小さかったのに。何を言っているんだ。朝顔はまだ残っているだろう。これからも一緒に育てていこうじゃないか。朝顔の花言葉は愛情、結束。私たちはこれからも朝顔と支柱のように支え合って生きていくのだ。ラムよ。リリーです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。朝顔飼うのとっても楽しかった。飼うじゃなくて育てるね。お花いっぱい咲いた。動画を撮るために何ヶ月も前から一生懸命お世話したものね。うん、よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また会いましょう。